はい、皆さんこんばんは、100円です。ということで、今日も100円ラジオやっていきたいと思います。先週ちょっと休んじゃったんでね、あれなんですけども、今週は、はい、多分皆さん今そちらのですね、なんだ、7時、夜の7時にこの放送聞いてると思うんですよ。まあ公開されるのがその時間なんでね、現在は日本時間で、夕方の4時ですだから皆さんが聞く3時間前に収録してるということになりますね。タイムマネージメントがちょっと今日うまくいかなかったんで、まあこんなことになっちゃったんですけど、まあなんとかトークでカバーできればなと思っております。ということで、さっきまでね、ゲームをプレイしてたんですよ。今の自分の中でのマイブーム、まあ、マイブームなんていうフレーズがもう古いんですけどね、ブラッドボーンですね。プレイステーション4のブラッドボーン、これがねめちゃくちゃ面白いんですよ。まあダークソウルシリーズと、デモンズソウルもですね過去にプレイしてまして、まあゲームのジャンルはそうだな、まあ死にゲーですよね、一言で言うと。もう昔のその子供の時に、まあ、今の若い方はねファミコンとかプレイしたことない子とかもいるのかもしれないですけど、まあ、そういうあのレトロゲームの頃の鬼畜さがこう残ってるゲームというかね、まあ、おじさんゲーマーはすごいハマってプレイしてる方多いんじゃないですかね、まあ、それにハマってると。それでね、発売が3月26日だったんですよ。で今日が4月5日なのかな。なんでこんなにいきなり遅くプレイしてるんだって話をねよく言われるんですけど、この日本からね、まあ送ってもらったんですよ今回ね。それでそのアメリカにですね物を送るときに、これねちょっと覚えておいてほしいんですけど、何パターンかあるんですよ。要は普通の郵便局に行って国際便で送る方法、まあ、これ多分世間一般的にはこの方法で送られると思うんですよ。で別な方法では多分 UPS とか FedEx とか、なんだろう、そういう配送会社、郵送会社を使うパターンがあるんですけど、これね普通の郵便局で送るとね税関で止まる可能性がすごい高いんですよね。でアメリカってその外国から荷物が送られてくるときに止まる箇所っていくつかあるんですよ。チェックしてる場所が1箇所がニューヨークにあって、でもう1箇所がシカゴにあって、でもう1箇所カリフォルニアの方にあるんです。 LA の方にあるのかな、それぐらいかな。でね、今までは、まあ、ニューヨークとかすごい大変だったのね。大変、まあ、どういうことかっていうと、品物が送られてきて、要はアメリカとしてもそのブランド品の偽物とか入れたくないわけですよ。でオークションサイトとか見てるといっぱいあるわけですよ。要はシャネルのカバンじゃないけどもうそっくりなロゴとかもシャネルのやつが入っちゃってるやつとか、でそういうのがこうアメリカに来るとすごいよろしくないっていうんで、税関っていう場所で全部チェックしてるんですよね。それで通常だったら、まあ、1日2日ぐらい税関でパッケージが荷物が止まって、で問題なければそのまま出荷されるというパターンなんですけども、これ最悪ね、すごい詰まってると最長でね10日間とか12日間とかね、もうそこに止まっちゃうんですよ税関に。でニューヨークが今まですごい良くないって言われてたのね、遅いと。そこニューヨークの方の税関に行っちゃうと時間がかかる。でシカゴはすごい早かったので、まあ LA の方はまあ良くなかったんでね、ってなってたから、うちはオハイオなんでシカゴの方が近いんですよ、荷物が入ってくるところが、ニューヨークじゃなくて。だから今までそのシカゴで早く来てたんですけど、今回カリフォルニアの方でストライクがあったらしいんですよね、貨物船かなんかから降ろすとこで。でそのせいで荷物が、要は検査しなきゃいけなかった荷物がすごい溜まってたのかなんかよくわかんないけども、めちゃくちゃね荷物が止まっちゃってね、遅くなっちゃったんですよ届くのが。だ皆さんもね、早急に荷物を日本に送んなきゃいけないときは、普通のその郵便局から送るんじゃなくて UPS とか FedEx 経由で送った方が、そういう税関で止まる確率が少ないっていうことが今回ちょっと分かりましたね。はい、なかなかね、荷物アメリカに送らないとそういうことも考えないから、
あれなんですけど、ただねやっぱ高いんだよね UPS とか FedEx で送ると、まあ、品物の重さとかによって比例してあの値段が変わってくるんですけど、まあ、そこ調べながらねどうしても税関とか止まるのちょっと困るっていう人は UPS とか FedEx で送った方が早く着きやすいっていうことが分かりました。はい。さあじゃあね今日はね何本かちょっとトピックをまた考えてまして、それについて順番に話していきたいんですけども、まずね飯、ご飯、人間って生きていく中で絶対ご飯食わなきゃいけないじゃないですか。そのご飯についてのまつわる話なんですよ。まあその何ですか、若い時なんかこのラジオっていつも俺が説教してるみたいな感じするんだけど、なんかすいません、若い時にもう朝ね会社じゃないや学校に行く前に起きて、まあ、基本的には多分朝ごはんできてたと思うんですよ。テーブルに行けば味噌汁があってご飯があって魚が焼かれててみたいなのがうちの定番だったんですよね。もしかしたらちょっとこうアメリカンな人の家はシリアルが出てきたりだとかパンが出てきたりだとか、まあいろいろあると思うんですけども、まあ、必ず朝ごはんは準備されてたとうちでは。でもそれが若い時って当たり前、常識じゃんって思っちゃうじゃないですか。これがね実際自分が作る側に回るとねめちゃくちゃめんどくさいんですよね、朝起きてご飯作るっていうのが。だから基本的にそのご飯を作らなきゃいけないっていうことが行為がもうめんどくさくてしょうがなくなってくるって最近思うんですよ。でなんでこんなことを思うかっていうと、そのなんだろう、好き嫌いうちの子があるんですよ。でそれは要は自分が苦労して食べ物を提供してないから、あこれ嫌いあれ嫌いって簡単に言えると思うんだよね。でも実際に自分がその時間を使って忙しい中ご飯を作るってなると何が出てきても食べなきゃいけないなと。で実際自分がそういう、ね、ご飯作る立場だったら他の人が作ったとしても、まあ、ご飯をちゃんともっとありがたく食べることができるんじゃないかなってすごい思うんですよね。でね、奥さん彼女女性、ご飯を作るっていうレッテルをこの世の中で貼られてるじゃないですか。まあ確かにそうなんですけど、でもなんだろうな、かわいそうだなって思いますよね。やっぱねうちの奥さんにね話聞くとね、もうすごい嫌になる時があるんですって。なんで私たちがご飯作んなきゃいけないのみたいな。まあわかるんだけど、だけど大変らしいんだよね。実際に俺がご飯作るのも大変だもんな。でまあ何が言いたいかっていうと、その当たり前だと思って与えられてるものがあるわけで、でも何にも当たり前に私たちに与えられてるものってないと思うんだよね。必ず誰かが犠牲を払ってそれって提供されてると思うんだよ。例えばまあ子供の時だと住んでる家、まあ、ご飯もそうだし保険とかもそうだし、まあ、日本はちょっと保険は違うのかな、クリスマスプレゼントとか、もう全部そういうものってまあ誰かしらが提供してくれてるわけじゃない。そういうのをねこう当たり前だと思っちゃうと人生ってすごいつまんないなと思うんでね。よくさお金持ちの人とかが自殺するっていうニュースを見たりするんですよ。これアメリカだけなのかもしれないけど、でなんでねその自殺をするのかなって昔思ったんだよね。だってお金の心配もしなくていいような人がもう自殺することないじゃないって。だけど人間ってあまりにもその提供され続けていると、もうなんて言うんだろう、もうそれが当たり前になってきちゃって、もうそれ以上自分を満たすことがなくなっちゃうんじゃないかなと思うんだよね。満たされてしまうとこうもっともっとってなるんだけど、人間のその欲って限界があると思うんだよね。限界があるというか欲を満たすことに関して限界があると思うんですよ。だからなんだろう、
すっごいめちゃくちゃお腹が空いてさ、お腹が空きすぎてうわもうって思った時に飯が出てきたらめちゃくちゃ幸福感じるじゃないですかめちゃくちゃこう起きてて眠いな眠いなと思ってやっと寝床に入れた時の幸せってもうかけがえのないものだと思うんだよね。だけどそれらがもう当たり前、例えば自分がもう眠たい時にいつでも寝れる、まあお金がある人はそうなのかなとか、ね、お腹空いたらご飯いつでも食べれるとか、あの思い立ったらすぐなんか買えるとか、それがこう当たり前になってきちゃうと、もうこう幸せを感じる機会が本当に限られてきてしまうのかなって思っちゃうんだよね。今度そうすると自分が持ってるものを失わないように頑張んなきゃいけないっていう心配事が増えるし、幸せを感じる機会がないと。だから逆にあまりこう物を持ってないとか恵まれてない人の方がこうなんだろう、幸せがこう生活に満ち溢れてるんじゃないかなってすごい思うんですよね。そう、面白いもんだけどね、やっぱそうなんだよね。でなんで今回そんなこと思ったかっつったら、あの今回、まあ、皆さん YouTube で見たか分かんないんですけども、自分で実況部屋を作るって言って、まあ、いろいろこうなんだろう、モニター買ったりとかやったんですよ。でそれをやった時にすごい、ああよかったなって思ったのね。やっと自分の部屋が持てたみたいな。だけどそのこんな素晴らしいものがあるのにもかかわらず、なんだろう、なんかなんていうのかな、満足ができないっていう風に思う時があるんだよね。それって本当怖いなって思ったっていうのがこの話のきっかけなんですよ。だから何でもかんでもこうなんだろう、思い立ってすぐ買うとかね、こうちょっと我慢してみたりとかするともっとこう通常の生活で幸せを見つけられるんじゃないかなってすごい思うんだよね。もっと大切なものに目を向けられるんじゃないかなってすごい思いました。そう、ご飯の話からこんなところまでなんか来ちゃいましたけど、だけど本当そうなんだよね。やっぱ満たされすぎてる人は幸せを感じられないことが絶対あると思う。付き合いもそうだと思うんだよね、男女の。やっぱさ、なんかうまくいってる時、まあ、もちろんそれもいいんですけど、だけど人間同士の絆ってやっぱ何か良くないことが起きてそれを共に乗り越えられた時に絆って深くなると思うんだよね。親友ってできると思うんだよね。だからこう社会人とかなってくると親友ってできないって言うじゃない。友達はできたとしてもそれってそれがすごい影響してると思うんだよね。やっぱり社交辞令っていう言葉もあるし、やっぱお互いの関係悪くするっていうことはすごい良くないみたいなとこあるじゃないですか、大人になったらね。そういう機会がないと、喧嘩する機会がまずないし、そうなるとやっぱ若い時だと、まあ、まだ人間的にね完成してないから喧嘩もあるし、自分の言いたいことを言うし相手に、でもそれをお互いにこう分かり合って仲直りしてっていうのを繰り返していくからこそ若い時に親友ができるのかなと思うよね。年取ってくると結婚しにくいとかって話も聞くじゃないですか。これはちょっと自分の経験談じゃないんで分かんないんですけども、だけどやっぱりそう、なんだろう、人間としても完成してきてしまってるから、なんだろうな、難しかったりするのかな、こう感情をあらわに出してとかさ、そういうことじゃない恋愛って。やっぱりこういう時はこういう振る舞い方をするとか、いろいろこう経験してきて分かってきてるから、なんだろう、自分の素を出すのが難しいとかっていうふうに言う人いますよね。すごい分かるよね。だから若い、またいつもと同じ話になっちゃうんだけど、若い時にやっぱりそういうこといっぱい経験して、前回のラジオと全然違うこと言ってるけど、でも友達はやっぱ作っといた方がいいんじゃないですかね。はい、そんな感じですね。さあ、じゃあ今日のね、メインの話はね、これ前話したかな、久々にアメリカの高校の話をしたいと思います。
まあリバートリップっていう題名で話させていただくんですけども、まあこれ何かっていうと、まあ高校の時に、まあこれはまあ知らない方のためにちょっと説明しますけど、自分はアメリカで生まれまして、で3歳までアメリカに住んでたんですね。でそこから日本に引っ越してきて、中学卒業まで日本にずっと生活してました。でまた高校からアメリカに行ったっていう経緯がまああるんですけども、アメリカの高校に行った時に全く英語を喋らないで行ったんですよ。で友達が全くできないっていう状態から始まって、それで、まあ、友達ができて、で高校卒業する時にはもう本当にたくさん親友ができたみたいな感じだったんですけども、その卒業する前に卒業旅行みたいのがあったんですよ。で卒業旅行って言っても、日本みたいにその卒業生みんなでじゃあどっかに行こうとかじゃなくて、クラス単位で旅行に行ったんですよ。まあ、これアメリカの学校システムを説明しなきゃいけないんですけども、そのクラスってないんですよね、アメリカって。一番最初にそのアメリカの高校に行くと、自分でとりたいクラスを選ぶんですよ。だから例えば3年1組、3年2組、3年3組とか、こうくくりで1組はこの人たち、2組はこの人たちとかないんですよ。自分の教室もないし、学校でじゃあ俺は英語の、まあ、クラスと数学と音楽と体育を取るみたいな。でそのクラスを選んだら、自分でその体育なら体育館にその時間に行って、で他にもそのクラスをその時間に選択した子たちがそこにいて、で一緒にクラスを受けてみたいな感じなんですよ。でまたそれが終わったら次のじゃあ数学のクラス行って、そこではまた別の子たち、その時間に数学のクラスを取った子たちがいてみたいな感じの学校システムなんですよね。もうそれは中学校からとかもやってんのかな、高校だけかな、まあとにかくそんな感じだったんですよ。それでその中でピアサポートっていうクラスがあったんですよね。まあこのクラスはどうなんだろうな、まあ簡単に言うと、要は周りのプレッシャーに負けないようなことを教えてくれるクラスなんですよ。面白いよね。そんなクラス多分日本でないと思うんだよね。こうどうやって自分の気持ちをコントロールして、こう幸せを見つけるかとか、周りに流されないで選択をしていくかとか、そういうクラスがあるんですよ。で、まあ、そのクラスを自分取ってて、でその先生がすごいいい人なんですよ。ちょっとねクラスの内容まで覚えてないんだけど、まあでその先生ともすごい仲良くなって、で卒業間近になった時にその先生が、じゃあ、このクラス取ってる子たちで、まあ多分そんないないんですよ、合計で多分60人70人ぐらいしかいなかったのかな、旅行にね行きたい人は登録してくださいっていうわけで、川下りの旅行に行くんだと。で強制じゃないんだけども、まあ1万5000円ぐらい一人払えば1週間の川下りをアリゾナでするって言われたのね。それでまあ俺はそのクラスを親友たちと一緒に取ってたんですよ。多分このラジオ聞いてる方知ってるかもしれませんけど、ジョー、あとエリックで、アームストロングっていう、そのあと自分、その4人がすごい仲良くて、その4人でクラス取ってたんで、あ行きます行きますと、リバートリップに行きますということになったんですよね。で卒業、アメリカの卒業式が6月とかなんで、5月ぐらいにじゃあ行きましょうと。でアリゾナのその川下りの感じがどんなものなのかっていうのをね、簡単にこう口で説明すると、ミッションインポッシブルっていうトム・クルーズの映画あるじゃないですか。あれのパート2で、一番最初のシーンでトム・クルーズが山をなんかロッククライミングかなんかしてるシーンがあるんですよね。そこの感じがめっちゃその川下りの場所に似てるんですよ。あそこだと思うんですよね、行ったとこ。まあ、そんな感じのとこをね行くっつって。
で、まあ僕たち登録して、で他の子たちも何人か行くって言ってて、合計で多分40人ぐらい集まったのかな。それで自分はあの当時ユタ州で高校に行ってたんで、アリゾナからユタ州ってまあ近いっちゃ近いんですけど、まあ、結構離れてるんで、まあ、夜行バスでみんなで移動して、多分30人40人ぐらい集まったんかな。夜行バスで乗って行って、それで、まあ、もちろん知らない子たちもいるんですよ。 いるんですけども、まあバスの中でちょっと仲良くなったりして、まあ、行ったんですよ。それで実際着いたら、でかいなんだろう、カヌーみたいの、カヌーっていうかゴムボートだな。ゴムボートがね、3席ぐらいあって、でそれに15人ずつぐらい分かれて乗って川下っていくんですよ。でみんなライフジャケット着てくださいとかって言われて、サンダル履いてくださいとかって言われて、まあ男の俺たちからするとめっちゃ楽しみなんですよ。なんでかって言ったら、まあ高校に行ってたらね、そのアメリカってプールの授業ってないから、やっぱ自分の同級生の子の水着姿を見るってことがあんまない。てかもうプライベートでプールに行かない限りないんでね。で実はそのピュアサポートってクラスすごい人気があって、僕たちがまあ可愛いねって言ってた女の子が3人ぐらい来てたんですよ。その子たちの水着が見れるっていうことで、まあ俺たちも含め他の男子もすごい喜んでたのね。でまあ3人ぐらい来て、やっぱみんな水着になるわけですよ。ライフジャケット着てるんですけど、まあ水着になる。で、うわーみたいな。なって、グラマラスみたいな、ボンキュッボンみたいなね。感じをもしかしたら想像してますけども、そういうわけじゃなかったんですけど。まあでも、来て、それで楽しく川下りしてたわけですよ。でね、5月だったんで、アリゾナって日差しはすごい強いんですけど、やっぱり川ってそこまで暖かくなんないんですよね。めちゃくちゃ冷たいのよ。だから川にね落ちないようにって言われて、船にとりあえず乗っといてくれっつって、こう最初緩いんですよね。で緩い感じで船が進んでいくんですけども、こうやっぱ岩のなんだろう箇所によってこうすごい急な流れになってるところがあるんですよ。でそういうとここう乗ってバーンとかやってね、こう行きながら、でそうするとみんなこうなんだろうな、ゴムボードの中に座るとこもないから立ってるわけですよ。そうするとこう波に煽られて、女の子がキャーみたいなね感じで、こう倒れで自分に倒れ込んでくるみたいな美味しい場面もあったりして、まあみんなすごいテンション上がってた。でそれで事前にこうなんだろうな、キャンプみたいのが用意されてて、でそこでこうお昼食べましょうとかって途中で泊まるんですよカヌーが。そうするともうテーブルにご飯とか全部用意しちゃって、でそういうものを食べて、っていうことをいろいろこうねしながら1週間川下りをしてったんですよね。それでその川下りを、まあ、した時にすごい思ったことが、やっぱり人間って自然の前だと無力だなってすごい思ったんだよね。でこれどういうことかっていうと、こう別に誰かが怪我をしたとかそういうことじゃなくて、人間ってそのこの世的な立ち位置とかを失ったら、もうその人がどんな容姿をしてようが、どれだけお金持ちだろうが、どれだけ人気者だろうが関係ねえなって思ったんだよね。これね、俺その経験を通して多分ね人生観すごい変わったと思うんですけど、もうなんだろうな、まあ先にじゃあその話をしましょうかね。その川下りにですね、うちのその高校のもうフットボールの、まあ、クォーターバックが参加したんですよ。彼の名前はケイシーっていうんですけど、で背が高くてもうめちゃくちゃマッチョで、顔もイケメンですごい美人な彼女がいてっていう人だったんですよケイシーは。でそういうやつだったんで、プライドも高くて、なんだろうな、決まったやつらとしか仲良くしなかったんですよね。例えば
あの僕もそいつのこと知ってましたし、昔はちょっと仲良くしていた時期もあったんですけども、フットボールですごい人気が出てからはなんかもう100円となんかみたいな、そういう感じのやつなんですよ。でまあ別に俺もね、向こうがそういう態度を取るんだったら、まあ別にこっちからこびて仲良くすることもないなと思って仲良くしてなかった。でまあ彼も今回のその川下りに参加したわけですよ。で彼女は来てなかったのかな、あ彼女来てたのかな、彼女来てたかもしれない、来てた来てた。でまあ川下り来た。ででもやっぱりその学校にいる時にまあ僕たちと話さないし、他の子たちも別にフットボールの子たちじゃないから友達がそんなにいなかったんだよね。だけどまあ参加したと。それで最初の2日3日はまあ楽しいじゃないですか、新鮮だし川下りもわーみたいなやってたんですよね。だけどもやっぱり4日目5日目ぐらいになってくるとまあ飽きてくるわけですよ。あのさっきのご飯の話じゃないけどね、やっぱ慣れてきてもう新鮮味もないし、もう早く帰りてえなみたいな感じにもなってくるわけですよね。でも自分とか他のメンバーはその場でその仲良くなったから、あのもう40人ぐらいのね新しい人たちと仲良くなってるから、まあ、別に何だろう、早く帰りたいとか思わなかったんだよ。あ今日はじゃあこの人たちと話してみようとか、じゃあ明日はこのグループの人たちと仲良くなってみようとか、とにかくやることはいっぱいあった。ところがケイシーはもう学校にいる時からもう俺はおめえらみたいなやつとは仲良くなんねえんだよみたいな立ち位置を取ってたから、その川下りのイベントに参加してる子たちともやっぱ仲良くしにくかったんだよね。だから孤立する感じでずっといたんですよ、一人で。別に俺たちが意地悪してたわけじゃなくて、彼も別にそんな嫌だね、嫌になんないんだったら俺たちの方に来て話しかけたりしてくれればよかったんだけども、まあ、そういうのもなくずっと一人でまあいたと。で結局最後の日に、最終日にもうなんか泣いてたらしいというか泣いてたんだよね悲しくて。でっていう話がまああってね。それで俺はその経験通してやっぱりね人間の価値っていうのはその人の本質で決まるもんだなって思うんだよね、自然の前では。で普通に生活してるとやっぱりその人の周りにあるものに惑わされてその人を評価してしまうと思うんですよ、良くも悪くも。素直にその人自身を見ることができないなって本当に思ってしまうんだよね。それがその今作り上げられたこの社会の怖さなのかなってすごい思ったんですよ。で普通に学校行ってたらもう、周りの女の子からキャーキャー言われてすごい人気者だったケイシーがまあちょっとこうプライドを持って、もう俺はおめえらみたいなやつらとはつるまねえよって言って生活高校3年間してきたやつが、実際にそういう仲良くしてるやつらがいなくなって、その自然のね真っ只中にこう置かれたらもうその大の人気者のね、もうマッチョの男がですよ、夜のその自然の中でこう泣いてると誰が想像できたかって思いましたもんね。やっぱり生活してるとね、この世の中で生活してると、まあ、学生さん目線でいくとさ、そいつがどんだけこういい服を着てるとかさ、どれだけ顔がかっこいいかとか、どれだけ金持ってるかとかさ、いい彼女連れてるかとかさ、そういうことでやっぱり自分を比べてしまって、ああ俺あいつより劣ってるなとか、ああ俺ダメだとか思うこといっぱいあると思うんだよね。俺はそうだった、俺が若い時はね。やっぱり人間で何かとこう比べて自分を評価するっていう傾向にあるから、これしょうがないことだと思うんだよね。
だけど実際にそういうものを全部取っ払って何もないところで人間と人間として、なんだろうな、こう一緒にいるときに、やっぱ素が出るんだなってすごい思ったんですよね。うん、比べることもなかったしね、自分とその相手をね。でそれがやっぱ人間のあるべき姿だなと俺は思うんだよね。そうなんですよ。それがすごいね、やっぱ忘れられない経験になりましたね。まあ結局何が起きたかって言ったら、もうその最終日泣いてるっていうことで、まあ、僕たちも、まあ、ずっと嫌われてると思ってたからさ、相手からさ、まあ、ちょっと彼に話しに行って、まあ彼もよかったみたいな感じで、まあ、終わった話なんですけどそんな話なんですけどね、やっぱり、学歴がとかさ、お金がとかさ、そこじゃなくて人間としてのその大切な部分を磨くことが最終的には人間の価値を決めるんじゃないかなってすごい思いましたよね。やっぱり他の人に好かれる人とかっていうのはそういうとこじゃないもんね。確かに金持ってれば人寄ってくると思うよ、周りに。もういろんな人寄ってくると思いますよ。でもじゃあ本当にその人たちと、なんだろう、一生付き合っていくのかって言ったら、やっぱり一握りの人たちだけかもしれないよね。芸能人とかもよく言うじゃないですか。俺あのナインティナインさんのオールナイトニッポンとか昔のやつたまにね、聞いたりしてますけども、やっぱ岡村さん人信じられないとかってよく言うじゃない俺も芸能人じゃないから芸能人の気持ち分かんないけど、だけどやっぱり自分がもうすでにそのすごい地位を作り上げちゃったら、本当に自分のこと好きなのとか、本当に俺のことが好きで来てるのかっての分かんなくなるよね。お金なのかどうなのかっていうところもすごい気になるしさ。やっぱね、本当の幸せっていうのは、こう物質的に全て恵まれてることじゃなくて、やっぱり周りにいる人によって幸せって決まると思います。はい、33歳になった100円、悟りを開きました人だと思うな、最終的には。最近ね、電車男っていうドラマもちょっと見てましてね、やっぱそれ見てても思うもんね、人間だなって。周りにいる人たちとの関係がその人の幸せを左右してるような気が本当するよ。電車男知らない人いないでしょ。インターネットやってるんだったら多分もう知ってて当たり前だと思うんだけど、知らない人もいいのかな。まあ簡単に説明すると冴えない男性がいるんですよね。で彼がまあひょんなことからちょっと女性と知り合うことになって、でその女性とこう関係を作って、最終的にはまあ付き合いたいみたいなことになるんですけども、全然女性経験がないんで、インターネットのまあ掲示板で相談をしながらいろいろアドバイスもらって関係を作っていくっていうことなんですけど、その見ず知らずの、なんだろうな、人からの相談をこうインターネットで受けながら真剣にみんなが返してあげて、最終的にはその主人公とその女性は付き合うことになるんですけども、なんかすごいいいなと思って、俺はドラマ見てて、なんかそれってすごい人間味がないようであるじゃないですか。インターネットとか見てると、やっぱり掲示板ってすごい良くないイメージがあると思うんですよね。確かに使い方によっては良くないと思いますよ。誹謗中傷とかもインターネット上にあるし、それが原因で多分傷ついてる人いっぱいいると思う、世の中に。だけども掲示板のおかげで人生が変わった人とかプラスになった人もいっぱいいると思うんですよね。でやっぱ日本人の人間性に合ってると思うんだよ、掲示板は。なんだろうかな、匿名でこういろいろコメントできるっていう
ことが。で、そんな匿名なんだけども真剣にみんながコメントを書いて、まあ、そのいい結果を迎えるっていうドラマなんですよ。ぜひちょっと見てほしいですね。今だったらまだ YouTube に動画があるんで、それを見たい方はぜひ見てください。そう、俺ほん何回も泣いちゃったもん。どこで泣いたかな、ドラマ。これあんま言うとあれなんだけど、そうだな、もう主人公の演技がほんといいのよ。ほんとにいいんですよ。でね、そのまあもちろん告白するとことかもめっちゃ泣けるし、みんなのその掲示板の人たちのコメントとかもめっちゃ泣けるし、もう超いいですぜひ見てください。全12話あんのかな、11話かな。ほんと感動するということで、ちょっと早いんですけども、今日のトップ3いきたいと思います。今日のトップ3何がいいかな。今日のトップ3、そうだな、もうかなりやってきてるからな。じゃあトップ3、 M&M の色トップ3いきたいと思います。これね、わかんないんだけど、 M&M'sの色で味が違うっていう都市伝説聞いたことありません？もうぶっちゃけ色 何なんだろう。オレンジ、青、黄色、緑、黒だけかな。 M&M's 赤もあるか。それでもう同じはずなんですよ、味ってね。だけど都市伝説で味が違うって言ってる人がいるの、 M&M's で。俺はそれ分かんないんだけども、気持ち的なもんで、どの味が一番美味しいかのトップ3やりたいと思います。皆さんも M&M's あるんだったらちょっと食べ比べてみてください、色ね。まず3番目に美味しい M&M's の色は緑ですね。緑、なんかちょっと味が違うような気がするんですよね。基本的にね、多分自然な色じゃないものって人間の味覚的に美味しくないって感じるんじゃないかなと思うのよ。で、緑ってまだ自然じゃないですか。食べ物でも野菜って緑色してるし、木とかも普通に緑色だし、周りにいっぱいあるから、人間の脳的に多分ね、これはね人工なものじゃないなって思うのかなと思う。まあ3位が緑で、2位が赤。赤も自然な色だと思うんだよね。トマトとかそうだし、自然な色だと思うんですよ。まあでもそれ言い出したら辻褄が合わないんだよね。他の色もだって、黄色もレモンが黄色だし、オレンジ色もね、食べ物でありますからね。オレンジとか焼いたチーズとかね青が唯一ないのかな、自然な色が。でも俺のトップ1はね、黒。やっぱり黒が一番なんか無難そうだもん。着色料も多分こう使ってるんだと思うけど、体に悪そうな色じゃないよね。だから緑、赤、黒が俺の 3,2,1 の M&M's の色ですよ。だこれ気になる方はね、 M&M's 食べて味の違いをちょっとね体験してみてください。案外こう目つぶりながら食べたら、あ、これこの色だなって分かるかもしれない、もしかしたらねということで、くだらねえトップ3の、話です。ということで、長らく、ラジオのお付き合いありがとうございました。先週ちょっと休んじゃったんでね、あれなんですけども、まあ、また、引き続き放送していきたいと思います。ということで、皆さんもいい夜を、お過ごしください。ぜひ電車男気になる方は、ご視聴いただけたらと。あとはやっぱり一旦ですね、まあ、キャンプなり、暖かくなってきますから、キャンプなりね、こう自分の身を自然の中にちょっと置いてみてね、自分をこう見つめ直す機会みたいなね、今日のリバートリップの話じゃないですけど、この世的なものをちょっとなくして、携帯とかも持ってかないで自然の中でこうちょっと過ごしてみるのも
いいんじゃないかなと思いますね。自然、まあ、キャンプが無理だったらちょっとこう森がある、道をこう散歩に行くなりね、この世的なものからちょっと自分を離して、見つめ直してみてはいかがでしょうか。ということで、本当にここまでご視聴ありがとうございました。いい夜をお過ごしください。おやすみなさい。